はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防3日本軍編、続きをプレイしていきたいと思います。今回はスウェーズ運河攻防戦オツをプレイしていきます。でオツってついているので察しの言い方もう分かっていらっしゃるかもしれませんが、実は攻とオツ2つシナリオが用意されています。でオツに関しては今ご覧いただいている通り、日本軍がドイツとイタリアと共闘するという、史実に近い陣営割になっているんですけども、攻の方は逆にですね、日本がイギリス、アメリカの連合国入りするというシナリオも用意されていました。今回はね、ご覧のオツでプレイをしていきます。では続いて、編成を確認していきましょう。もうこのマップあたりからはですね、アメリカ、イギリス、かなり強力な戦闘機ガンガン突っ込んでくるので、それに対抗するために航空機の数を増やしました。で航空機を作るために、空母、ソーリーを一隻潰すという苦渋の決断をしました。これはもう、基地と出るか、京都出るか、このステージの次の次の次と進んでいった時じゃないとわからないのかなというふうに思っています。でパイロットはですね、基本的にパイロット適性のある機体に乗せてあります。冷戦3、2型が得意であれば冷戦3、2型。で爆撃機が得意であれば爆撃機に登場させるという形ですね。あとこのマップはですね、後ほどご覧いただきますが、かなり移動距離が長いので、陸路を歩兵が進むよりかは輸送機で一気に運んだ方がいいかなと思いまして、空挺兵を4つ4ユニット用意してありますので、これもうまく活用していきたいと思います。では早速シナリオの方始めていきましょう。作戦開始です。アフリカを制したドイツ・イタリア軍はスエズ運河を越え、ギリシャ方面からソ連を屈服させるべく北進する作戦を始めた。その一環としてスエズ運河へと進軍を開始した。日本軍はこれを好機と捉え、米英軍を北アフリカから追い出すために機動部隊をスエズ運河へと向かわせた。ここに日独伊の同盟軍による作戦が始まった。はい、機動部隊を派遣したという内容なんですけども、実際にはですね、これはもう完全に陸上マップになってます。これがマップですね。日本はここに拠点を持っています。で上緑がドイツで、下側黄色がイタリアです。じゃあアメリカとそしてイギリスはどこにいるかというと、この赤いのがアメリカ、紫パープルがイギリスです。でスエズ運河渡れるのが唯一ここのポイントになっているので、この橋の攻防が一つね、ポイントになると思います。すでにアメリカ軍と、イタリア軍がね対峙してますけども、ここを突破していこうという内容です。でさらに言うとですね、前線基地として航空基地が必要になってくるんですけども、ここに航空基地ありますので、この航空基地を空挺兵でダッシュしていく。ここにも飛行場ありますので、ここも空挺兵でダッシュしていって、ここを前線基地に使っていければいいのかなというふうに思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。さあでは部隊の方展開しました。大航空隊ですね。この航空隊の数でもね、この後半になると米英に押されてしまうので、できるだけ被害を抑えて進軍していきましょう。このまままずはね、スエズ運河のこの橋周辺に展開する敵部隊を爆撃して撃破していきます。空挺兵は今乗り込み中なので、乗り込んだらですね、このまま先ほどご紹介した敵の航空基地ダッシュのために進軍してもらいます。では進めていきます。新しいところで言うと飛燕ですね。これ投入してます。活躍をね期待しての投入というところになりますので、ここで敵の戦闘機次々撃墜していってくれることを期待しましょう。では航空隊をねまた進めていきます。まずはあの橋の攻防戦をね空から支援するために航空隊を進めていきます。でもちょっと今回はですね、一気に航空隊進めているので、燃料の残数には特に注意しましょう。一番嫌なのが航空機の燃料切れで航空機が戦わずして墜落していくっていうね、それが一番嫌なので、
一度に収容できる航空機の数は決まっています、各飛行場なので、ちょっとそこでね、問題が起きないように気をつけましょう。特に冷戦の3、2型はね、航続距離がやっぱり短いというのがありますので、航続距離と残りの燃料ですね、ここには細心の注意を払っていきます。ではまずイギリス側の戦闘機確認してますので、この戦闘機に向かってヒエンやトリューを展開しておきましょう。ここで爆撃機がやられるわけにはいかないので、爆撃機がやられないようにね、しっかり防衛線を張ります。ではこの橋をめぐる戦いに戦闘機投入していきます。しっかりまず敵のね、戦闘機を排除していきましょう。ハリケーンマーク2が出てますね。ここはヒエンと、時期的には同じぐらいの時期に出ている戦闘機になりますね、ハリケーンマーク2。ここで損害をどれだけ抑えられるかというのが、この次のねフェーズで、楽に戦えるかどうかという大きなポイントになってきますので、できるだけ損害を抑えていきましょう。ハリケーンマークス、まずは撃墜。残っているのもスピットファイア、それとハリケーンが残ってますので、これもね撃墜しながら進んでいきましょう。ちょっとここは無理してでも航続距離伸ばして、燃料を使ってでも先に進んで、敵の戦闘機が傷ついているこの隙に数を減らします。では敵の戦闘機だいぶ数減らしましたので、ここから爆撃隊を送ってですね、敵の地上部隊、橋展開にしているものから先に倒していきます。新山の持ってる2トン爆弾はね、すごく強力ですね。この2トン爆弾でだいぶ敵を削れるので、2トン爆弾を持った新山が撃破されないようにっていうのは、最優先で攻略する上で考えておいた方が良さそうですね。さあ、夜の今のうちですが、敵の飛行場近くに敵部隊がいなそうなので、このまま輸送機進んでいきます。で一気に飛行場を奪い取りましょう。ここまで輸送機を進めて、ここから空挺兵、夜の空挺兵ってちょっと怖そうですよね、距離感とかつかめなくて。ただここもね、しっかりパラシュートで占領を行ってまいりましょう。この対岸に1個飛行場を取れると、だいぶまたね違ってきますよね、きっとね。で護衛には艦上攻撃機になってしまいますけども、これをつけます。あと注意しなきゃいけないのがですね、米軍ライトニングが出てきてますね。このライトニングかなり強力なので、このライトニング出てきたものはですね、集中砲火を浴びて早々に撃墜していきましょう。さあ敵のライトニングと、あとはスピットファイア撃墜しきれなかったんですけども、戦闘機で取り囲んでいる状態なので、このままここを放置して敵の地上部隊の撃破を優先します。では橋の周辺はですね、敵の陸上部隊、それと敵の航空隊も撃破しましたので、手はず通りですね、対岸にあたる飛行場の制圧、ここを進めて、まずは傷ついた航空隊をね、一息入れてもらいたいと思います。ではまず飛行場一つ目占領です。そしたら輸送機を下ろして、輸送機からさらに、普通の歩兵ですね、普通の歩兵を使って周辺の制圧も進めていきましょう。順調ですね。ではさらにもう一つの飛行場の占領も始めていきます。ここの占領もできればね、対岸2つ、マップのここの部分と、あと中央部分2つ飛行場で取れますので、航空機の回転が良くなるんじゃないかなという期待をしています。あとはアメリカ軍のね、陸上部隊出てきているのは随時撃破していきましょう。傷ついた航空隊は一度航空基地に戻して回復させます。対戦車砲とかはね、味方の陸上部隊が窮地に陥ってしまう可能性ありますので、早めに潰しておきましょう。見つけ次第早めに潰します。
そうすると今ですね、占領した敵の飛行場近くに敵部隊が来ていて、もうおそらく奪還しようとしてきているんだと思うので、これをね、撃退しなきゃいけないという局面に変わってきました。なんとかこれ、撃退していきましょう。アベンジャーとかが出てきてるんですよね、敵はね。もうここまで来ると、正直言って航空戦力での優位性というのはもう全くない。むしろ、劣っているっていう状況になってくるので、ちょっと苦しいですよね。ここまで来たらもう貴重な戦力を失わないように傷ついたら、しっかり、航空基地に降ろして回復させて、そこでまた前線に復帰してもらうっていう、このね、ちょっと時間がかかって面倒くさい操作入りますけども、緻密にやっていきたいというふうに思います。さらにモスキートが出てますね。このモスキート本当に強いです。飛燕でもちょっと歯が立たないところはあるんで、もうこれも集中砲火で仕留めていくしかないかなっていうところですね。ここまで来ると、まあ、消耗の試合というところはあるので、いかに味方が数を残しておけるかっていうところですかね。まあ、そういう意味でも本当に傷ついたら絶対戻す、ちゃんと返すっていうね、この作業を繰り返しましょう。ちょっとあまり知らない戦闘機ですけども、ボーフォートっていう、これもイギリス軍の戦闘機ですね。まあ、本当に多種多様に敵も戦闘機を展開してきているなっていうね、そういう感じがしますよね。まあ、せっかく奪ったこの飛行場を破壊されるわけにはいかないので、ちゃんとですね、この飛行場のケアだけはしておきましょう。敵がやっぱりだいぶ数多いので、ここは新山の2トン爆弾、2000キロの爆弾を敵の本拠地に落として、それで敵の本拠地破壊による攻略っていうのをちょっと考えた方が良さそうですね。ここまでのところ、開発にね、ちょっとあまりお金を使う余裕もなく進めてきてしまったツケが、まさに今ここで払わされているなっていうね、そういう状況になってますけど、ここはもう思い切って敵の本拠地に爆撃を仕掛けるっていうね、ちょっとそういう奇策に出ましょう。で、新山、まあ、重爆撃機を進めるにあたってはですね、その進行ルート上の敵は全部排除しておきたいので、ここは敵の航空機を中心に残っている戦闘力、戦闘機を使ってバシバシ沈めていきます。さて、なかなかに苦戦の状況ですが、なんとか新山を守ったまま敵基地爆撃機、敵基地にね、爆撃をかけたいというところなので、とにかくこの新山を守りながら、進めていきましょう。新山さえたどり着いてくれれば、なんとかね、戦いを回ろうというところなので、新山による爆撃で敵本拠地を強襲するっていうね、このちょっと作戦にかけましょう。アメリカ軍、イギリス軍の物量がすごい、とにかく。なんとか新山を近づけようと頑張ってるんですけど、敵の哨戒に引っかかってしまって撃破されてしまってるっていうのがちょっと続いている状況ではあるので、なんとかちょっと立て直しをね、どっかでしたいなというふうには思っています。アメリカかイギリスかどちらかだけでも脱落させることができればね、戦況も大きく動かすことができるかなと思うんですけど、ちょっと今どっちにも中途半端な状況私のに出番だな。なってしまってるんで、これがちょっと良くないですよね。ちょっと意表をついて、新山もちょっと残り少ないんですけども、イギリス軍の方に向かわせてみましょうか。護衛をつけてしっかりと。
あんだけ用意しておいた航空隊がほぼ壊滅、させられるという状況ですね。イギリス軍、アメリカ軍の航空機、まあ、質もそうなんですけど、数がとにかく多い。この数をかいくぐって、やっぱり奇襲的に敵の根拠地を狙う以外に、このマップ、うまく攻略する術がちょっとないかもしれないな。とりあえず、新山で一発爆弾落としましょう。破壊。落とせないか。なんとか落としたいですけどね。ここにね、無理してでも。よし、あと一発、あと一発ここに爆弾落とせればイギリス軍は壊滅させられる。ちょっとそこまで頑張ってもらうしかないかな。多大な犠牲を払っていますが、なんとかイギリス軍の根拠地、ここに爆弾を落として破壊完了できますね。これでまずイギリス軍を壊滅させました。かなり無茶な作戦だったかなとは思うんですけど、これもね、まあ、一つの作戦ということで良しとしましょう。よし。で、この後なんですけども、アメリカ軍のね根拠地、ここに強襲をかけていく以外に道はないと思いますので、うまくですね、このイギリス軍の根拠地からこのアメリカ軍の根拠地になだれ込みましょう。よって当面の間はですね、アメリカ軍との最前線はイタリア軍、ドイツ軍に任せて、我々はイギリス軍の根拠地、ここのね制圧完了しているので、飛行場を接収して、そこで新山にエネルギーを補充、爆弾を積んで一気にアメリカ軍の根拠地に爆弾を落としていくというね、この奇襲作戦をはめ込んでいきましょう。アメリカ軍はスーパーフォートレス、出てますし、ライトニングも出てるし、まだまだ強いですけど、それでもやっぱりイギリス軍が消えた分だけだいぶ楽になってますね。この分だとうまくすればイタリア軍、ドイツ軍がアメリカ軍をね削ってくれるかもしれないですね。あとこの次のステージを考えると気が重い。今回航空隊がほぼ壊滅してしまったので、これをねまた再建するのにとてつもないお金がかかるってことを考えると、ちょっとなかなかね、厳しいなっていう感じがしますよね。では旧イギリス軍の根拠地近くにある飛行場、ここを制圧しましたので、ここで飛行場に部隊を収容して、よし、任せろ、了解。この次アメリカ軍の根拠地近いですからね、気づかれないように爆撃を敢行しましょう。では決死の作戦を行っていきましょう。新山が2機ともたどり着かないと、おそらくですね破壊しきれないと思いますので、この新山をねなんとか生き残らせましょう。エアラコメット搭乗型のこの戦闘機をどうやって近づけないかだな。こいつに近づかれて準備よし、新山が撃ち落とされると、まあ、まさに元も子もないということにもなるので、ただ護衛の戦闘機の数が少なすぎるな。これで今回我々の動きが多分露見したと思うので、次のターンで決められなかったら本当に難しいですね。敵の襲撃受けまして、どうかな、本当に微妙。こらえきれるかどうかっていう本当に微妙なところですね。ここは輸送機も使って防衛に回りましょう。これでどうにかなるかどうかですね。新山が撃ち落とされたらもうそこで攻略の術を失うというところです。こらえてくれよ。トリューが落とされて残った。これで勝った。
まあ、勝ったと言えるかどうかはね、ちょっと微妙な状況ですけど、とりあえず次のステージには進めます。いや、本当に開発をちゃんとやってれば、もうちょっとね、まともに戦えたんでしょうかね。苦しい戦いでしたけど、まあ、なんとか新山が2機たどり着いてくれたおかげで爆破できそうですね。用意よし。これでアメリカン根拠地を爆破です。大勝利と出てますけども、かなり厳しい結果ですね。まあちょっと考えものですが、次のステージには進みたいと思います。はい、では次回はですね、次のステージ地中海決戦をプレイしていきたいと思います。まあ、艦隊戦と出てるんですけども、総理を潰してしまったので艦隊戦を戦えるのかっていうのは甚だ疑問なんですけども、次回もですね、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。